おはようございます、8月の29日月曜日、インスタライブヨガ始めていきたいと思います。おはようございます。土曜日に友人の、地元のお店をしている友人たちと一緒に夏祭り盆踊りを開催したんですけど、すごく大盛況で無事に終われたことがすごくありがたかったんですが、私はキッズブースを担当して、ゲーム千本引きとかおもちゃすくいとかのゲームをしたんですけど、やっぱりいろんな子どもたちの葛藤がそのおもちゃすくいとか千本引きを通して垣間見えて、千本引きのどの多分50本ぐらいある紐からどれを選ぼうかなってずっと迷ってる子とか、すぐ選べる子とか、あとねちょっとズルしたりだとか、あとなんだろう、おもちゃすくいのポイを怖くて水につけるのが嫌だったりだとか、なんかそういういろんな子どもたちの一面を見れてすごく興味深かったです。でみんな可愛いので、こっちも例えばおもちゃすくいで全然一つも取れてなかったら、基本的にどれか一つ持って帰っていいよっていうふうにはしてるんですけど、こうもっともっとたくさんあげたいなっていう気持ちになっちゃうんですけど、こうなんていうのかな、そうするとそのゲームの本質から崩れちゃうし、その子だけにっていうふうになってもなとか、なんか私こうやってる側の大人としてもいろんなことを考えさせてもらえる時間になってすごくありがたかったんです。面白かったです。でそういう意味でも、あと盆踊りっていうのもこう何かこう気持ちを発散してくれるような部分があるなっていうのも改めて感じたので、お祭りって必要だなと感じました。子どもの頃はそういうふうには見てなかったですけど、で、やっぱりコロナでお祭りができなかったこともあって、改めて気づかされるところもあったなと思って、お祭りは子供はもちろん大人にとっても必要なものだなと思いましたし、こうやっぱり昔から脈々と続いてきたものって本質のところでやっぱり意味があるんだなっていうことも感じました。はい、皆さんは今年はねお祭りやってるところも多いので楽しまれている投稿とかもよく見るんですが、はい、ではでは、今日はヨガは少し動いていこうと思います。涼しくね、朝晩涼しくなってきてちょっと動く気持ちも出てくると思うので、あ、ななこさん共感大共感です。そうですよね、ななこさんもイベントとかされてるからすごくその辺共感できそうな気がします。嬉しいです。今日は動いていこうと思います。涼しくなってきて体も少し動かしたいなっていう気にもなってくる頃だと思うので、動いていきたいと思いますが、とはいえこう体はいきなり秋だぞって切り替わらないので、まだ体のこの部分は夏のところを引きずっていると思うので、ここでいきなり秋だっていうので頑張って動いてしまうと昼間の暑さだったりその熱の部分はたくさんあるので、逆に疲れてしまうので、徐々にそのアイルベーダーでいうと火の性質が少なくなってきて、こう風とか、空の空って書いて空の性質が少しずつ増えてくる、これからの季節に少し内側もそこに合わせていくように徐々に動いていきたいと思います。はい、無理せずにやっていきましょう。では、マットに仰向けになっていきます。よいしょ、仰向けになっていきましょう。で膝をまず立てていきます。でそこからゆっくり足を伸ばして、両手両足開いて今の体の状態を見つけていきます。トレーニングもヨガも、体を動かすときってそうなんですけど、まず最初に自分の今の体がどんな状態なのかをしっかり観察して、体の緊張をほどいてから、でほどくことでしっかり内側からこう効率
強く動かせるようにしていきます。で今の自分の体でこう緊張があったりギューッとこわばってるところがあったりしたら少しもぞもぞと動かします。私のことで言うとやっぱり土曜日一日中動き回っていて暑かったので体も少し疲れているようで昨日ゆっくりしたんですが腰がねギュッとちょっとこう固まっている感覚があります。で固まっていることで少しなんていうのかなこう縮んでいる感覚があって縮んでいることでマットから少し浮いているような自覚があります。で疲れた時にやっぱり背中ガチガチになったりするのでその時はちょっとお尻をもぞもぞと動かしてあげて腰周りを意識的に力を抜いていきます。ゆらゆらと揺れてもいいです。で逆に肩甲骨とか肩周りがあなんか緊張してるなと思ったらちょっと頭の上の方に手を伸ばしてみてだらんとしてみたり少しここで腕を動かしてで腕は肩で終わってないので胸や肩甲骨の方から始まっているのでそのあたりから力を抜いていくような意識をしていきます。でゆらゆらと揺らします。ではそこで目を閉じて一息口から大きく吐きます。はぁ外側の力を脱力させてお腹の上に両手を置いて少し呼吸をしていきます。吐く息を長くそうするとお腹が薄くなります。吸う息お腹を丸く吐く息細く長く力や緊張も一旦外に全部出してマットの方に流したりします。吸う息お腹丸く吐く息長く呼吸を続けながら奥歯の噛み締めがもしあれば奥歯をポカーンとスペース空間を作るように力をほどいていきます。奥歯の噛み締めも知らないうちに、ギュッと入っていることがよくあるので奥歯も力をほどいて外側の力から抜いていって体の内側の中心の部分コアの部分がだん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 自覚できるようになっていきます。でそうするとさらに呼吸がたくさん通ってお腹に入っていきます。あと3呼吸丁寧に続けます。では最後の吐く息が終わったら、膝を立てて足の幅骨盤幅両手は体の横に置いたまま吐く息で両膝を左側にパターンと倒します。でこの時に、右の肩も一緒に動いていくと思うんですが右の肩はマットの方に少し意識的に下ろします。で今日腰がギュッと緊張があるなと感じた場合は腰のあたりが伸びている感覚があるかもしれないです。でその時に腰だけを伸ばそうとするんではなくてこの右肩から体の前側で体の肩甲骨から、腰やももの後ろにかけて全体で伸ばしていくようにします。伸ばしていくというよりも、広げていくようにします。吸う息で正面に戻って吐く息で右側にパターンと倒します。でまた左の肩甲骨を重たく左の肩甲骨に重りをつけるようにして重たく下ろすことによってこう一部分だけ負荷をかけて伸ばそうとせずに全体気持ちよく広げていきます。では正面に戻ってもう一度左側行きます。吸って正面に吐く息右側行きます。で
ては膝を立てた状態に戻ってかかとをお尻に近づけて両手を体の体側手のひら床方向少し顎を引きます。体の上半身の後ろ側背中側がしっかりマットに安定していることを確認して一旦大きく吐きます。吸い気腰でマットを押してそこからお尻背骨一つ一つ浮かせていきます。これ前回もやった動きなんですが吐く息背骨の上の方から順番に降りていきます。吸い気腰でマットを押してそこから一つ一つ背骨を引き上げて吐く息背骨の上の方から順番に腰がね硬いなって感じる方は腰のあたりがねドンと一気に落ちちゃうかもしれないですがゆっくりほぐしていきます。吸い気腰からマットを押してそこから引き上げていきます。体の自然な動きに逆らわずに吐く息背骨の上の方から順番に降りて吸い気腰でマットを押してそこからももお尻背骨一つ一つが引き上がってたくさん呼吸入れてから吐く息で背骨の上の方から順番に降りていきます。ラスト1回吸い気腰でマットを押してももお尻では、上に引き上げた状態で3呼吸ほどキープします。最後の吐く息が終わったら大きく吸って吐く息背骨の上の方から順番に一つ一つ降りてお尻が降りたら両膝胸の方に両手で両膝を少し胸の方に引き寄せて背中丸くで左右にゴロンゴロンと背中マッサージしてあげます。では左右どちらかにゴロンと転がって腕の力を使って起き上がっていきます。ではまず、マットの後ろの方に正座で座ってではそこからつま先立てて今日徐々にポーズを高くしていきます。つま先立ててでそこから、かかとにお尻をちょこんと乗せます。で背中を入れるって最近やってますが背中みぞおちの後ろあたりを意識して少し背中を入れていきます。では次の吸う息両手長く上吐く息この股関節から前に倒れて腰を丸くするんじゃなくて股関節から前に倒れて腕をついてカップの手で腕をついてでお尻が浮いちゃうと思うんですがお尻をもう一度かかとの方に下ろして両手を前に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 もう一度お尻をかかとの方に下ろして背中全体を広く広くで次は背中の方に呼吸を通していくようにします。吐く息長く吐く息の時お腹がマットの方に近づいて吸い気で背中が少し丸く厚くなるような厚くっていうのは分厚さが出てくるような吐く息でまたお腹が薄くなってお腹がマットに近づいてかかともお尻もかかとに近づいて吸い気背中が少し分厚くなって吐く息お腹がマットに近づいてお尻もかかとに近づいてもしできそうであればカップの手を少し前に前にさらに背中を広くします。次の吐く息でお尻をかかとにさらに落として吸う息四つ倍両足の甲を寝かせて背中を丸く吸う息おへそをマットから引っ張られるように背骨一つ一つ最後自然に顔が前に両手でしっかりマットをして
吐く息、腰の後ろを天井から引っ張られて、背骨が一つ一つ丸くなって、最後自然にお腹の方を向いていきます。吸い息、お腹がマットの方に落ちて、背骨一つ一つ動いて、吐く息、背中丸く、次の吸い息で四つ這いに戻って、吐く息、つま先立てて、次はお尻の尻尾を天井方向から引っ張られるように、でお尻の骨が引っ張られることによって膝が浮いて背中がまっすぐで、この時に膝がまだ伸びにくければ少し足踏みしていきます。でも意識したいのはお尻の尻尾が天井方向に引っ張られているっていうことなので、無理にポーズを取ろうとすると背中丸くして膝を伸ばすことになってしまうと、こう最初のお尻の尻尾が引っ張られて出てるところがなくなっちゃうと思うので、まずそこを思い出してから自分の今できる範囲での下向き犬のポーズを今取っていきます。膝が伸びなくても全然いいです。もう今日全然伸びないという方はしっかりつま先立てて膝曲げて、お腹をもも前に近づけるようにすると、お尻の尻尾から引っ張られているような感覚にさらに近づけるんじゃないかなと思うので、膝を伸ばすことは全然重要じゃないです。次の吐く息が終わったら吸い息、両手の間を見て右足を大きく一歩前に、左足も大きく一歩前に、この時にドーンと行くんじゃなくてそーっと行きます。吸い息、膝かすね持って背骨を長くします。この時に足下伸点を、関節が柔らかくてちょっと後ろに行き過ぎてしまう方はちょっと曲げるぐらいでもいいです。で吐く息で力強い足に上半身をだらーんとぶら下げていきます。この時も膝裏もも裏痛いよっていう方はサポートしたまんまでもいいので、できるところまで。では次の吸う息で両手遠くを通って上体を起こして、吐く息胸の前、両手を下ろします。最初のタダーサナです。しっかりここポイントなので作っていきます。足幅は開いても閉じてても OK です。親指の下あたり、母子球にしっかり体重を重たく下ろして、足裏を吸盤のようにぎゅーっと下ろします。で背骨一つ一つを優しく積み上げて、背中少し、腰のあたりを少し意識して、胸を頑張って張るのではなくて内側から意識します。では吐く息胸の前で合掌、吸い息両手長く上、吐く息股関節から前屈、遠くを通って膝曲げていいです。両手両足の横、上半身だらーっとぶら下げます。吸い息右足後ろ、膝ついて足の甲をつけます。次の吸い息で両手カップ、胸開いて、この時に、右の骨盤の前を広くするイメージで、もう無理に腰を反ってこのポーズを行わずに、右の骨盤の前を広くするようにすると、自然に胸が開いて肩甲骨が落ちて喉元が伸びます。では吐く息、左足後ろ、一旦四つ這いになります。でしっかり両手でマットを押した状態を作ってから、右足を長く、左足も長く、両手両足にしっかり体重を均等に乗せて、でその起点はお腹の奥に、起点がお腹の奥にあって、両手両足で支えます。次の吐く息、膝脇締めたまま胸顎をつけていきます。しんどい方はそのままうつ伏せ、吸う息斜め前に伸び上がって、両足を後ろに長く、ほっぺたと
肩のスペースを開いて呼吸します。でもうちょっとなんか伸びた感覚欲しいなっていう方はこの時にもう少し腕でマットを押してもいいですけど、腕で押す、腰を変に反って腕で押すことよりも体全体で伸びていく感覚でやっていきます。だからたくさん上がらなくてもいいです。吐く息、お尻をかかとに、子供のポーズでもいいし、そのまま下向き犬のポーズ、呼吸します。で今の自分にとって心地いい下向き犬のポーズで、今日私のことであれなんですが、思うのはやっぱり腰が硬くなってるなとなると、ももの後ろもやっぱり硬いですね。今日朝でほとんどトレーニングせずに今の時間になってるのですごく感じます。次の吐く息が終わったら吸い息、両手の間を見て右足大きく一歩前に、左膝つけます。次の吸い息、両手カップ、左の骨盤の前を広くして胸開いて、肩甲骨ストーンと下ろして喉元伸びます。吐く息、左足前に、吸ってすねか膝持って背骨を長く、吐く息、前屈できるところまで、前屈の深さよりもしっかり足が安定しているのかと、上半身がだらっとぶら下がっているのかを大切にしていきます。これぐいぐいやらなくてもいいです。次の吸い息、両手遠くを通って上体を起こして、吐いて胸の前、両手下ろします。大きく吸って、吐く息、胸の前、ちょっとペース上げます。吸い息、両手長く上、吐く息、遠くを通って前屈、膝曲げて両手両足に置こう。吸い息、左足後ろ、膝ついて足の甲をつけます。次の吸い息で両手カップ、骨盤の前広くして背骨長く、肩リラックス。吐く息、そのまま右足後ろ、板のポーズ、お尻上がりすぎず下がりすぎず、もう板のように。吐く息で膝、胸あごろしていきます。吸って斜め前に、結構しんどいですよね、ここの流れ、一連の流れなので無理しなくて大丈夫です。吐く息、子供のポーズ、または下向き犬のポーズ、3呼吸します。最後の吐く息が終わったら吸い息、まずは両手の間を見て左足大きく前に、右足つけます。次の吸い息、両手カップ胸開いて、吐く息、右足前に、そのまま前屈いきます。吸い息、両手遠くを通って上体を起こして、吐いて胸の前、両手下ろします。もうこんな時間、もう1セットだけいきましょう。大きく吸って、吐く息、胸の前、吸い息、両手長く上、ちょっとアレンジ入れます。吐く息、遠くを通って前屈、膝曲げて両手両足に置こう。吸い息、右足後ろ、そのまま膝つけずに立ち上がっていきます。両手前から長く上、一旦膝伸ばして、吐く息、両手腰に、骨盤がしっかり前を向いていることを確認してから、次の吐く息でお尻の尻尾を真下に下ろすようにします。そうすると自然に膝がね、曲がっていくと思います。で足の幅はちょっと調整してもいいので、お尻が垂直に下ろせるところま で、上半身は前のめりにならずに、骨盤の上にしっかりそのまま立った時、立ってるタダーサナの時と一緒の状態できそうだったら、胸の前で合掌、または両手頭の上、呼吸します。では吐く息、胸の前で合掌、吸い息、肘90度開いて、両手、手のひらも外側に開いて、胸開いていきます。腰を反らさずに、背中を少しキュッと入れることで、胸が開きます。若干ね、若干開きます。吐いて両手、足の横、大きく吸って、吐く息、左足後ろ、そのまま下向き犬のポーズ。呼吸します。3呼吸。
常にお尻の尻尾が天井方向に引っ張られている感覚でこのポーズ動いていきます。でだんだん この時間はあまり長くできないですが、膝裏もも裏が少しずつ広がっていくと思うので、それに合わせていきます。次の吸う息、右足大きく一歩前、そのまま立ち上がっていきます。両手長く上、膝伸ばして、吐く息両手骨盤大きく吸って、吐く息お尻の尻尾を真下に引っ張られるように、真下に重り、重たい重りをつけるように下ろしていきます。で上半身はもう何も動いてない、そのままです。呼吸します。できれば胸の前で合掌、もう少しできれば両手長く呼吸します。両手を長く伸ばそうとして反り腰になってしまわないように、しっかり骨盤が立っている状態で、その上に背骨が一つ一つ乗っかっている状態。吐く息胸の前で合掌、吸う息肘開いて手のひら開いて呼吸します。肩甲骨と肩甲骨が近づいて、背中を少しキュッと入れることで、さらに若干内側から胸が開く。では吐く息両手足の横、右足後ろ下向き犬のポーズ。最後3呼吸します。次の吐く息が終わったら吸う息、左足前に右足も前に、そのまま前屈、足裏、最初のタダーサナの足裏作っていきます。少し膝裏もも裏広がったかなと思います。次の吸う息両手遠くを通って上体を起こして、吐いて胸の前でお手を下ろします。呼吸整えます。では、マットに仰向けになって、最後少しだけシャバーサナ入れていきます。この最後のシャバーサナも実はすごく大事で、短い時間しか取れなくて申し訳ないんですが、少し今まで動いた体の感覚を、こう巡った感覚を体全身にこう馴染ませていくというか、呼吸します。でヨガを最初始める前に最初にやったこのシャバーサナの形ともし違いがあれば見つけながら、ふんわりと見つけながら、あと少し呼吸整えます。ではそのまま、まだシャバーサナ取っておきたい方はそのままもう少しシャバーサナしてください。起き上がる方は一旦両手両足閉じて、次の吸う息で手を組んで伸ばします。お腹を起点に両手両足広く広く、吐いて脱力。では膝を立てて左右どちらかにゴローンと転がって、腕の力を使って起き上がっていきます。ではあぐらで座って少し目を閉じて両手膝に、胸の前で合掌していきます。吐く息頭を前に、では8月最終週、皆さんにとって良い一日となりますように。で、今週9月に入りますが、素敵な9月になりますように。インスタライブ今日はここで終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。